はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、フィギュアではない。はい、今回ご紹介するのはこちら。はい、T シャツなんですけど、これかっこよくないですか？ゾロ。はい、このゾロがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、ちょっとね、ちょっと全体をね、見せたいと思います。はい、はい、ということでね、ちょっとね、全体、まあ画角に収まらなかったんですけどね。はい、これをね、ただ見せる、ご紹介したわけではないです。はい、これをね、収めをきれいに、飾ろうと思ってね、はい、こんなものを購入しました。はい、それがこちら。はい、 T シャツ用の、ディスプレイケース。はい、こういう感じ。はい、これをね、こうやって入れて飾りたいと思います。はい、それをね、綺麗に飾れるかどうかを、ちょっとね、実証見分してみたいと思います。俺は楽しむ時間なんてねえんだよ。はい、ということでね、いや、すっげえ苦労したけど、まあ入ったには入ったけど、これはサイズ的に合ってないね。このフレームは合ってないな。結構大きいサイズにしたんだけどね。いやー、全然合ってないわ。一応こんな感じで、はい、入れることができたはできた。ただね、やっぱりね、ここら辺とかね、結構こう、結構ギチギチに入れないと入んなかったんで、ちょっとシワとかがね、入っちゃってんだよね。うん、もうサイズ感が全然違うんだよね。もうここら辺も強引に入れたって感じですね。うん、あんまり保存方法としてはよろしくないね。うん、ただ飾り映えはすると思います。はい。で、一応ね、フレームは UV カットになってるのかな。うん、なので、まあ、そういう分にはいいけど、 T シャツによっては全然サイズが合わないんで、結構詰め込まないとダメなんで、結構痛めちゃうかもしれない。はい、まあそこら辺はね、まあしょうがないのかな。まあ、ぴったりなやつなんてな、そうそうないもんね。うん、いやー、まあでもこれはかっこいいな。いや、この T シャツね、本当はね、買うつもりなかったんですよ。いや、たまたまね、普通のショッピングモール
行きましてね、そこで、ニューエラっていうね、アパレルショップがあったんですけれども、そこのね、もう入り口からもう見えちゃったんですけど、ワンピースコーナーがあったんですよ。ちょうどコラボ商品を販売していて、そこでこのゾロの T シャツを見つけたんですね。はい。で、思わず、駆け寄って、物色してたら店員さんに声かけられてね、はい。それで、まあ、いろいろね、まあ、サイズや、あと種類もありましたね。はい。で、値段もね、キャラによって違うんですよね。例えばサンジが4800円なのに対して、このゾロは5200円だったかな ?5400 円だったかな、忘れたけど。はい。それはね、多分、このプリントに使われてる、これね、ちょっと材質がビニールっぽい感じなんですよね。この絵の部分が。はい。その、容量が違うんですよね、使用されてる。なので、ゾロの場合は、もう ほぼ全面に配色されてるんで、それによって値段が高いみたいですね。はい。まあでもね、ゾロも2パターンあったんですけど、この座ってるゾロが一番かっこよかったんだよな。で、色も黒と白あったんですけど、一応白の方が、なんかこの緑が映えるんでね、白にしました。はい。いやー、もうほんとね、アパレルブランドとの、コラボなんでね、おしゃれだし、こんなかっこいい T シャツがあるとはね、で思わず、まあお姉さんの人しもあってね、店員さんお姉さんだったんですよね。はい。で、お姉さんの、人をしもって購入したんですけどもね。はい。で、ショッパーがね、ショッピングバッグもこういうおしゃれなんですよ。ニューエラってね、1920年。これも完璧、もう使い回せますね。はい。エコバッグとしても使えるよ。これに入れてくれたんですよ。はい。なのでね、いや、結構もうほんとね、これ気に入ってます。はい。なので、これをね、ちょうどかっこよく飾りたいなと思って、このフレームを買ったんですけど、フレームの方が高かったね。フレームが7000円ぐらいしたかな。いやー、でもどうなんだろうな、合ってねえような気がするな、なんか別の入れようかな、なんかそこ迷うよな、まあ、T シャツ、これね、なんかそのニューエラってやつは、普通の日本のサイズより一サイズ大きいんですよ。M って表示しててもだいたい L ぐらいのサイズなんで、で自分はこれ M 買ったんですよ。基本的に L 着てるんで、はい。なので M。だからちょっと大きいんだろうね、多分ね。L 買うと LL ぐらいな感じなんで。かといって S がなかったんですよね。はい。だから、ちょっと大きさが合ってないっつうのもあるかもしれない。まあでも本当かっこいい、これは。まあ本当これね、きっちり収まるサイズだったら本当かっこよく飾れますね。はい。ということで、今回はね、いつもと一風変わってちょっとおしゃんティーなものを紹介させていただきました。はい。ということでね、今回は、以上で終わらせていただきたいと思います。皆さんもね、ぜひ、おしゃれもオタクも、いっぺんに、